フランス一部パリ・サンジェルマンが、アルゼンチン代表 FW リオネル・メッシの残留を諦めていなかった。メッシは 1-3 で敗れた4月30日のロリアン戦後、1日にチームトレーニングがあるにもかかわらず、無断で観光大使を務めるサウジアラビアへ渡航。2週間の謹慎処分となり、PSG は契約を延長しない方針を固め、契約を満了する今季限りで退団と報じられていた。しかし英紙、タイムスは、PSG はリオネル・メッシの残留に門戸を開いていると報じた。メッシは自身の SNS にアップした動画で無断渡航を謝罪、クラブとチームメイトに改めて謝りたい。試合後はこれまでと同じようにオフが与えられると思っていた。以前からキャンセルしたサウジアラビア訪問を企画していた。もう一度、自分のしたことを謝りたい、とコメントした。この行動が、PSG と完全に切れていない証拠との見方もある。その一方で古巣スペイン一部バルセロナもなんとかスター選手を復帰させようとしているが、金銭的には PSG が有利な状況。かねてサウジラビア一部アルヒラルや BMLS インテルマイアミ行きも報じられているが、まだ欧州トップレベルでのプレー続行を希望しているとされる。メッシの去就は、正式決定まで大きな注目を集め続けそうだ。